アーミデールは、オーストラリア海軍の総海艇。バサースト級。1941年9月1日寄港。1942年6月11日、シドニーで収益。収益後、オーストラリアニューギニア間で、戦団護衛に従事した。1942年11月7日、ダーウィンに到着。ティモール島への兵員輸送及び、 ティモール島からの兵員及び民間人の収容作戦に投入される。兵員を乗せたアーミデールは、同系艦のカーソルメインと共に11月29日午前1時42分にダーウィンを出港した。11月30日、ティモール島ベタノへ向かっていた2隻は3度航空攻撃を受けたが損害はなく、12月1日の午前3時30分にベタノに着いた。そこで先行していた。 小海底、クルと出会うはずであったが、そこに、クルはいなかった。そのため二隻は夜明け前に島から離れるため、南へ向かった。同日、二隻は、ティモール島の南でクルと出会った。クルのベッタノへの到着は、予定より遅れたため、総海底二隻との合流に失敗したと思われた。ことから民間人を収容して、ダーウィンに向かっているところであった。クルが収容していた。 民間人はカースルメインに移され、アーミデールとクルは再びティモール島へ向かった。同日午後3時15分、航空攻撃により、アーミデールに2本の魚雷が命中し、数分後に転覆して沈没した。ありがとうございます。